私たちはアミンチュを応援しています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ビアコースプリンスホテルで思いっきり楽しめるサマーブフェ場はいかが。1日目イリュージョン、2日目サーカス、3日目ナスのおっさんもゲスト参加するジャズライブ、今すぐご予約を。8月4日、5日、14日、彦根の4番町スクエア商店街で街中ビアガーデン開催。ビールに合うおつまみを商店街で探せます。マグロの解体ショーもあるよ。ディレクター、タックル、AD、新たな珍道珍道中。今回はなんかいつもと調子が違いますが、改めましてディレクターのタックルです。はい、 AD の新田です。今回は僕たちが能登川駅前ちんどん夏祭りという楽しいイベントに体当たりレポートに行ってきました。能登川駅前をちんどん屋さんと仮装した参加者が街を練り歩くイベントで、今年で第2回目になります。たくさん露店のお店も出ていて盛り上がりましたよ。はい、そして僕たちも参加者の皆さんと一緒にちんどんメイクをさせてもらって、その模様をレポートしてきました。うわ、すごい、これすごい、なんかワセリン塗った感じですね。全然やり方が分からなかったので、スタッフの方に手伝っていただきました。あー、綺麗。どうですか、僕まだ鏡見てないんで分かんないですけど。あのね、もう大丈夫。停電。意外に念入りにやってしまいました。どうぞ。歌舞伎っぽく、あれピンクになってしまう。そして出来上がりはこちら。じゃじゃーん。その顔すごい。他の参加者にも話を聞いてみました。私は去年は乗られるがままでにやったんですけど、今年はちょっとやりたいやつをやりたかなって。こういうメイク思いっきりするのがもう初めてで、もう今なんか緊張しながらやってもらって、このお祭りに参加するのも初めてなんで、もう思いっきり今日は盛り上げたいと思います。別にテーマはないけど、72歳。72歳。町の皆さんが力を合わせて作り上げた能登川駅前ちんどん夏祭り、実行委員長の増田さんにお話を伺いました。そして2回目になります。あ、もう2回も、はい、こっちもびっくりするぐらい、なんかやっぱ楽しいことに皆さん結構反応してくださるというのが分かったと言いますか、はい、去年はほんまにこんだけ集まると思ってなかった、はい、やってみたら結構ほんまにいろんな方が来てくださって、こうやってどんどん自主的に、そうです、そうです。もともとはまあこの駅前の商店街を賑やかに何かしたいって始まって、で商店街の方の中に珍道をされてる方がおられて、あんたも聞いとか友達も誘ってとか、いろんな形で協力してくれるというか、まあ参加してくださる方がなんかまあ口伝えというか、まあで増えてったって感じですかね。この後は珍道パレードをします。はい、チラシを巻きながら鳴らし物を鳴らしたり、まあ、いろんな形で練り歩くっていう、はいはい、昔の珍道屋さんっていうのをまた新しい子どもたちにも伝えていけるようなパレードになったらいいなと思ってます。皆さんメイクも衣装もバッチリ、いざ出発です。能登川駅前珍道夏祭り100人パレード、いくぞー。
ンパレードが街中を練り歩きます。このチンドンパレードにはお年寄りから小さなお子さんまでが参加されて、皆さん楽しそうにされてましたね。すごい個性的なメイクもたくさんありましたね。皆さん楽器とかで PR をしながらお店のチラシとかを配られていました。どうですか、参加、初めて参加されてみてどうでした？なんか思いのほかね、最初こんな白塗りするのもどうやろうと思ったんですけど、塗ってみたらちょっと吹っ切れた感じで。もう家族で参加できてとっても楽しいです。楽しかったです。皆さんとチンドンパレードできて楽しかったね。チンドンの化粧もして最高の気分でした。以上、タックル新たなチンドンチンドン中でした。チンドンチンドンチン。あ、安野さん、チンドンパレード行きたかったんちゃいます？タックル君ちゃんと声かけたんですか？いやー、うっかりしてた。あのすね方したら長いから、ここは僕に任しといて。美味しいカイント屋さん見つけたんですけど、行きませんか？え、別に。ほんで、何味？いや、それがですね、結構いろんな味あるんですよ。あの、バナナ味とか、いちご味とか、ぶどう味、いやー、あったかな、どうかな。いや、近いです、近いです。歩いて行けますか？すぐそこ、すぐそこ。行きましょう、行きましょう。夏は冒険に出かけよう。リアル宝探し in 滋賀県。やるぞ。あと一つ。宝の地図を持ってリアル宝探ししよう。虹色レイク探検隊、8月31日まで。7月1日、琵琶湖の日を PR して歩く安のおっさん琵琶湖一周行脚。今年は県庁からスタート。テレビではその模様を歩いてきた道のりの順にお届けします。さて、今回の放送は、ここからだもー。トロ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 。こんにちは、おばあちゃん。こんにちは。いつもテレビで楽しんでくださってるそうですよ。ほんま見てくれてんの。近いとこで時間に見せてもらって、こんな幸せなことないです。いやいや、嬉しいよ。お待たせ、こんにちは。こんにちは。どうもありがとうね。今日休みやからもうわざわざ会いに来ました。ごめん、母の里の方。そうなんです。僕もお世話になってます。ありがとうございます。じゃあね、日曜日な。そう思ったんやけどな。3日も5日もな、明日も休みやから。あ、今日か。あ、ないですね。申し訳ないよ。あら、人形。ありがとうございます。今日は1時間かけて1時間かけて力作をこちらです。タクロ、お父さんも待ってくれてるやん。あー、サイチーズ。一応の友達に出てる。一応の友達に出てる。違う、ばあちゃん。もう四つ木の交差点やな。そうですよ、四つ木の前原のところの四つ木です、ね。綺麗な漁琵琶湖が。もう信号渡ってこのままほら琵琶湖に入っていけるみたいな感じの横断歩道やな。トイッと。トイッと。で、左に行きます。左まっすぐ行きます。タックル、琵琶湖もな、はい、滋賀県もインバウンド置いてな、はい、国際化やってるやん。はいはいはい、ありますね。旅行者の方も多いし、はいはい、だから琵琶湖周辺かも、はい、なんで日本語ばっかりなんやいうとこあれ、はいはい、あの草避けてくれんの忙しいと思うけどな。、ごめんな。私足元のあれやつ、そう、ネバネバついたらちょっとややこしいことにもなるからな。はいはいはい、
インバウンド向けに英語、英語ですか。This is 滋賀県モーニングワイフ。えらい取りましたね。トゥモローモーニングアンギャです。いやいや、日本語混じってますけど。そこまでしか持たへんかった。知ってんの並べ立てたのに。あ、じゃじゃーん、浅妻の港跡。はーい。あ、来た来た来た。ここ浅妻港跡は古くから路上交通の要衝として栄えた場所です。木曽義仲や織田信長、天下を目指す強者たちもここから都へと船を出しました。慶長18年に米原港が開港されてからは港としての役割をそちらに譲り、今は憩いの公園として当時の名残をとどめています。こんにちは。こんにちは。柔道。柔道です。すごいね。オリンピック代表です。台湾のオリンピック、台湾のオリンピック選手。いや、すごいな。日本語わかりますか。わかります。ほんまに。いやー、わし、安野さん呼んねんわ。わかる？琵琶湖を回ってんねん。おう、頬、歩くってほぼちゃうわな。勝ったと思いますね。強い柔道、二人とも。はい、強いです。強い、どっちも。え、はい、台湾代表と日本元代表。日本元代表。めっちゃ強いやん。長浜出身で。はい。うわ、すごい、めちゃめちゃ強いじゃないですか。いや、だから普段やったらわし、あのスポーツやってる方ちょっとお手合わせよとか状態無理無理だから、失礼なこと言いませんもん。ていうか、ほ、オッケーだって。頼んでみるもんだね。ポーズだけ一本背負いをかけるまでだけちょっと一回してほしい。持ってかれそうだな、ポーズだけでも。うん。え、私は何する？あそこ、あそこ。あの、ちょっと言葉通じないから、マネだけってちゃんと言ってくれる？大丈夫です、日本語うまいで。え、お外ちゃん、お外するね。お外。あ、もう、背骨が腰が入ってます。おじょ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 。あ、すごいわ。なんか、もう持たれただけで危機を感じるわ。大丈夫なお二人ですから、ね。光栄でございます。頑張ってね。はい、ありがとうございます。うん、対してテレビ見とくわ。はい、お願いします。ありがとうね。お二人ともありがとうございました。安野おっさんビアイチアンギャ、次回に続きます。一本、今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。